ビクトリーマッチで敗れた場合のみ勝ち点1が加えられます。続いて女子のスケジュールです。続いてチケットインフォメーションです。チケットは現在2月の試合開催分まで T リーグオフィシャルサイトほか各プレミアにおいて販売中です。全国各所で開催されますのでぜひご来場ください。以上、日程。琉球アスティーダの公式練習時間残り5分です。琉球アスティーダ公式練習時間残り5分です。ビクトリーマッチで敗れた場合のみ勝ち点1が加えられます。続いて女子のスケジュールです。